スベイ。プリウスベイ。さてせっかくサンリオカードゲットしたので、ジュン君にサンリオ服を着てもらおう。ジュン君を着せ替えするのか。反応が微妙。あれ？キャップなのに身につけてもらえんの？三角巾がお気に入りだからじゃない？ならこれは？お、着てくれそう。かわいい。欲しかったのか。ではファッションショーをしてもらおう。どうだい？似合ってるかい？似合っております。次は何かな？マーティとオトロ。後ろにちゃんとバツがついてるのね。沸騰台？流し目。これはもう完全なモデルさんですね。そうだよ。レッスンしてるからね。次は家の中か。キティちゃん。あれ？ジュン君どこ？ここだよ。そんなキッチンの向こうから。もう、しょうがないな。これでどうだい？正面向いていただきたいです。しょうがないな。どうだい？かわいいです。さて、じゃんじゃん行こう。やっぱワンピースがいいな。どういうことでキララどうぞ。ふふ。ジュン君は男の子だよ。似合ったら別にいいじゃないか。そうだそうだ。肝心な服が全く見えない。モデルさんだからちゃんとターンしてくれるよ。それはどうかな。どうしよっかな。ジュン君お願いします。しょうがないな。ゆ大いつぎいってるよ。ジャケットめちゃ喜んでるじゃん。ジャケットだからクールに決めるね。立ってるだけでもいいですね。バフブラウス？肩先や袖口にレザーなどを入れてふんわりさせたものらしいが。ふんわり？あんまふんわり感ないねー。お腹のふんわりがそうかな？あ、間違って渡しちゃった。次は間違えないでよ。ジュン君服もらってよ。迷っちゃうな。あれ？たぬき商店ってプレゼント交換禁止ですか？いやついさっき渡せたやん。私たちもプレゼントが欲しいです。あげれる仕様ならあげるけど、仕様には逆らえません。あ、終わったっぽい。やっぱあげれるのね。何をあげてるねん。いやマリオの服とかオーバーオールで綺麗やんかと。よしファッションショー撮るぞ。私たちのですか？違う、ジュン君の。ドレスと三角巾がアンバランスな。わいわい。いやちょっとどいてよ豆吉つぶ吉。ジュン君がこっちに来そう。いらっしゃいませ。本日のご用は？あっ、ジュン君こっちに来る。ちょい見えん。ユーは嬉しいけど、ジュン君が見えぬ。私たちはお客さんがいらっしゃると、ずっとおそばで見守るのが仕様となっております。なるほど。じゃあ一旦奥へ行ってからの。仕様です。わかったわかった。豆吉つぶ吉も可愛いよ。ありがとうございました。マスター。